G クラスどうですか、早速。同時にね、納車の日を迎えたわけですけれども、早速乗ってきてますよ、いつも。で、これ、某百貨店の駐車場なんですけど、見てください、これ。ブックさんが僕のやつじゃないですか。はい。隣が、ケイはタい。さんと一緒に、僕、最初、ケイタさんのかなと思って。特別賞ですね。え、だってな、この隣も見てくださいよ。これもはい。G。そうですね。63のホワイトですね。普通のホワイトですけど。いや、都内多いですね、でも意外とね。特にやっぱり新宿とか銀座とかは本当にいっぱい見かけますね。駐車場でケイタさんと一緒に待ち合わせをして、この白いやつがケイタさんの G クラスで、手前が僕の G63 ですね。もうこの中にもね、いっぱいいますよね、G クラスね。はい。そうですね。ここの駐車場も多いですね。一応今回 G クラスに合わせて一軒家も手配しちゃいました。もう住所もちょっと品川ナンバーのど真ん中。端っこの方の品川ナンバーじゃなくて、ちゃんと王道的な品川ナンバーで某高級住宅地。引っ越しますよ、この G クラスのためだけに。いや、いろんなものが整い始めましたね、さらに。課金ゲームみたいな感じでね、オンラインゲームじゃないです。オンラインゲームに課金するより、はるかにこっちの課金した方が、まあ、なんか、すごく充実感のあるような気はしますけど。まあ、今回、不動産屋さんの方々とかもやってますけど、不動産の方もすごいんですよ。旧やるお兄さんでですね、30歳ですけど、独立して4年ぐらいで自営不動産やってるんですけど、もうランクルの300とかも持ってるような感じ。お、すごいですね。今、納車待ちって言ってましたけども、ああ、はいはいはい。彼も結構、こうやっぱ駐車場付きの家っていうのをめちゃくちゃ探してたみたいなんですけど、やっぱりね、諦めて、駐は車い。場、駐車場の、駐車場じゃなくて、不動産屋のプロでも見つはかい。らない。サイズが入る。はい。当然、鬼のように課金すればあるんですけれども、割に入ってるのがあるじゃないですか、それはね、さすがにっていう。そうですね。家賃で100万以上月超えたりするわけですからね。そうするとね、ちょっと割に合わないんで、この G クラスとかランクルとか入る不動産っていうのはかなり貴重なんですよね。で、これ、当然のドラマもっとこう、ブワーってシャッターで閉まるんで、かっこいいはでい。すよ。築地っぽいですよね、これね。毎日出動するのが楽しみです ね。G クラスに1秒で多く触れていきたいみたいな、G クラスも、いいところがあるんですけど、この は G、い。弟、あはい。と、この間まで、長女の車に乗ってたんですよ。日本に行った時はね。そんな、ええのですね。はい。でもそれ、ルーミー乗ってるんです、トヨタの。静寂の車じゃないですか、あれに。かわいいですけどね。まあ、あれ乗ってるとね、煽られるんですよ。ちょっはとい。こう信号遅れたりとか、なんか車線こうミスったりとかすると、プッてくるんですよ、すぐ。まだいかないんだけど、注意してくるんですよ。お前、ほんとできてないな、みたいな感じの。G63 乗って、いろいろそうやって、まあ、相変わらず僕ら、信号、ぼーっと考えて、ぼーっとしてたりとかして、ミスったりとかして、マジ、こっち行ったらこっちだった、みたいなあるんですけど、よくね。駐車が止まってて、またこっち戻んないでね。もう怒られないし、なんかね、距離が。なるほど。みんな詰めてこない。出てこないし、いじめてこない、そうやって。なるほど。特に僕、そういう車に日本で最近乗ってたから、その違いがめちゃくちゃ分かって。面白いですね。ところが、それを駐車場に入れて、また長女の車にヒューって乗って帰ったら、早速プッて信号でやられたもん。人間って素直な反応だなと思ってね。まさに王様が通るって感じなんでしょうね。まあ、G クラスの中でもね、63はい。はい。MG か。そうですね。ちょっと貫禄がちょっと違いますよね。僕の車と比較しても。僕が長期間でいないときには、はい。地下駐車場も借りちゃったんだね。バッチリですね。ってことで、いやね。いやー、これだと 安心ですね。こんなんよく空いてましたね。ちゃんと入るでしょ、ほら、はい、はい、はい。だから僕が日本に帰ってきたら、まず行かなきゃいけないのは、ここに直行して、この車を。一刻も早く会いたかったよ、みたいな感じで。なるほど。こういう収集みたいな感じで、みたいな感じだと思うんですけど、まずお迎えから始まるわけですね。日々は僕が滞在しているこういうところに持ってくはるい。完全なるガレージを見つけたかったんですけど、やっぱりね、ガレージないんですよ、東京必ず散々探して。で、あーって言って、あったんだけど、横幅がちょっとギリギリで、これじゃあ、みたいなね、そういうのだった。あとは、前の道が狭すぎて、これじゃあ、意外と入れないじゃんってこと。ああ、確かにそれはありますね、このサイズだと。そこまでに、ガレージに行くのに、これどうやって入るんだよって、不動産屋の人も、いや、これ僕だったら無理ですよ、心折れますね、つって。確かに、ストレスなく出入りできないと、ちょっときついですもんね。結構ね、前スペースいるんですよ、これ。いりますね、確かに。で、ようやく、やっぱはい。前開いてて、はい。で、今全部入ってってなると、残念ながらね、ガレージじゃなくて上が空いてるんですよ、これ。でももうそこ仕方ないなと思って、こんだけ探してないんだから。ね、いる時だったら、ここに置いて、ちゃんと自分で手入れしたり、あとは持ってったり、洗車場にね、素直に。で、いない時は、どうせ地下駐車場あるんだから、つって、ダブルでお金かかっちゃうんだけど。なるほど。まあ、いいなと思えばね、安いもんだってことなんで、ケイタさんも実際に G と共に生きるライフスタイル。で、ね、新しくマンション買って、マンションっつったら普通はね、離れたところで G クラス置かなきゃいけないのに、目の前に横付けで駐車場があるっていうところ素晴らしいですね。本当よかったなっていう、まあ、マンションが先だったですけど、その後に G クラスのお話いただいて、本当にこの家買ったんだって感じしましたけどね。ね、あれ素晴らしいですよね。だって家から目の前に自分の愛車が。で、前の道も広いので、全然ストレスなく出れますし、で、本当に新宿まで一回曲がるぐらいで着くので 本当にいい場所だなと思ってます。はい。本当にやっぱりね、この G クラスって転売目的で買ってないけど、は実い。際、買い可能アイテムじゃないですか、これね、本当は。そうですね。はい。だから購入して、それはい。を転は売い。して、
購入価格よりも高く売れちゃうわけじゃないですか、今ね。やっぱり物販とかやってると、その物の価値っていうところで、ね、はい、外の人たちから見ると、なんか高い車買って無駄遣いしてんじゃないかって思われるかもしれないですけど、でもこの、まあ、人生としての乗ったライフスタイルの充実感、実際にこの G クラスそのものに物としての価値があり、さらにはこれ、軽多式の物販とは逆で、輸入品じゃないですか、これね。そうですね。はい。価値が今買った価格よりも、まず円安によってどんどんね、この価格が相対的に上がってくると、あとは物価高、インフレによって価格が、はい、毎年バンバン値上げするじゃないですか、定価が。ですね。はい。で、現にもう僕たち今のタイミングで買ったのが、ね、夏ぐらいになると、数百万値上げしちゃうんですよ、400万ずつぐらいね。毎年値上がっていくわけですから、これね。そうですね。はい。で、そうすると、やっぱりこの物として、在庫ではないけれども、し続けながらライフスタイルを謳歌できると、さらにはいざ、まあ、乗り換えときとかいらなくなったときに手仕舞いすると帰ってくるとかね、周りの人たちからもいじめられないし、全く。それも大事ですね。乗ってて、やっぱりこう、なんていうの、気持ちのいい車ですよね、本当。このケイタさんと同じ車があるって、やっぱりね、今ほら、はい、国内仕入れ、海外販売っていうことで、日本の商品を仕入れて、米ドルを直接稼ぐ。で、そういう中で、米ドルで、分に投資をして、米国株にそのまま、米ドルに、はい、それが日本円対比でどんどん上がっていく。だからね、株ばっかずっと持ってて、永遠にやっててもね、お金だけ金額、額面で増えていってもね、お金の一部をこういうものに乗せ替えておくと、損をしてるわけじゃないと。ライフスタイルも謳歌しながら、っていうところですよ、やっぱりね。そうですね。ライフスタイルも謳歌できますし、まあ、本当会社を持たれてる方だったら、まあ、こういう車を持つメリットってすごくいっぱいあるので。こんなメリットありますよね、本当に。めちゃありますね、はい。だから本当、このコミュニティの中で初めて知りましたけど、やっぱりこういう価値のあるものを買うと、意外と損するところが得することばっかりだなっていう、はい。ね、何よりもなんかね、僕、今までの人生の中で見て、使ってみて一番良かったものの、はい。昔僕の話聞いても、はい。全く興味なかったっていうか、全然興味なかったですよ、昔。ケイタさんも、いや、今の時代、電車とかあるんで、いらなくないですか、ね、必要な時だけ親の車借りればいいし、とかね。そうですね、本当4年前ぐらいまでそう思ってましたからね。僕もなんか、必要な時には、ね、はい、いらな車借りて、みたいな感じだったね。お互いにほら、実家が近いっていうね。あとはもうすぐレンタカーあれば、いくらでも借り放題じゃんってね。だってそんなに値段かからずに、まあ、レンタカーでもいい車借りようと思ったら借りれますからね。月の車の維持って言われたら、レンタカーって別に何万かかってもめっちゃ安いわけですから。安いですね、はい。そういうふうに思ってて、まあ、海外にはね、はい、乗ったりはするんですけども、こっちは必要な、はい、そこまで、まあ、海外に行けばあるしみたいな感じだったんで、なんかやっぱ日本のでこういういい車に乗るっていうところの、この意味的高揚というか、はい、感とか、まあ、ものすごいものがあるなっていうのをね、改めて僕は感じてね、本部さん会うためにもうすごい嬉しそうなので、僕は嬉しいです。まだそんな買ってからそんな経ってないし、ね、経ってないですけど、もう会うためにもう G クラスの話しかしないG を乗り始めて間もなくみたいな感じで、難しい感じで、いや本当これは本当におすすめですね。こう乗れる機会があれば、本当これは皆さんおすすめしたいですけどね。こうやって持ってみんなの前に見せることで、おそらく軽多式のメンバーたちも、はい、モチベーションを高めてくる人がね、エスタロンさんとか何人かがやっぱり乗りたい、G 乗りたいっていうふうに言い始めました。ああ、ぜひぜひみんなで乗りましょうというところですよね。駐車場の近い合宿所とかであれをやって休み、車をみんなのこの店あったりとかね、はい、やっぱりほらポルシェ乗りがいたり、なんとか乗りがいたりとかするんですけど、誰の車が一番意味的効用がいいかみたいなね。そうですね、まあ、ちょっとそういう中で僕の G63 っていうのはちょっと最初からチート級じゃないかみたいなね、ありますけど。まあでもヒューダさんのホワイトもめっちゃ人気からで、みんな欲しがってるやつですよね。なんか何時間見ててもいいみたいな感じで。家の窓から見えるので見ながらちょっとパチパチしたりしてます。あ、それができるのがいいな、はい、スマホアプリでね、遠くからでも自分の状況で、はい、いやちょっとこれはね、ライフスタイルが広がりますよね。そうですね、やっぱりこういう車を持ってたら、またこういうとこ行ってみたいというのも出てきますしね、やっぱ行動範囲が広がるとやりたいこともいろいろ出てくるっていうのもあるので、本当車はいいなと思いますね。はい、ということで、まあ本当にいうことっていうのは、はい、携帯で日本国内仕入れ海外輸送販売で稼げるようになって、それを会社、はい、経営として、まあ、銀行を作りながら、で海外で上がった米ドルを株で増やしていく、まあ、どん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 膨らんでいくっていうところで、結局こうなってくると、なんか普通にサラリーマンが給与収入でって言っても物理的に不可能に近いっていうかね、もう全て投げ出さないとできなくなる。給与収入で乗れなかったですよ、これは。株とかそういうお金だから乗れるっていうか、実際そんな人たちばっかりですけど、やっぱ乗ってる人たち見ると経営者であったり、まあすごくお金を持ってる人だったり、ちょっと普通のサラリーマンの方じゃない人の方が割合が多くなってますよね。自営業者でもまともにビジネスからの収入だけで生きてる人はかなり厳しい、よく乗れますねってなっちゃうんですよ、話。結論としては、まあ不動産やってる人だったりもいるかもしれないけど、やっぱ株式投資っていうところで、この労働しないで増えていくお金とかじゃないとちょっと乗れないかなって、なじゃないと、だってこれ2000万3000万以上するからね、普通にね。そうですね、地方だったら家買えますからね。1000万ぐらいだとまだローン組んでってあるけど、2000万3000万だとローン組んで買ったからね、だからね。そうですね、やるだとはいえね、そう売ったら帰ってくるとはいえね、本当にもうライフスタイルっていうところで、もう僕たちももう間もなく50を迎えようとしている年齢ですけど、まあ、ちょうどいい時でしたね、
60歳からはレクサスっていうね、ボケモン。そうですね。安い、もうちょっとこう、無難な車に。やっぱ若いうちは、オーディクロ、できるだけ乗りたいですね。楽しんでいきたいなというふうに思います。では、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。